こんにちは、粟田洋介です。今日は抽象的なバックグラウンドを描いて、先にバックグラウンドを作って、それで絵を描いていこうと思います。まあ今日はっていうよりも、最近私がよくやってる方法なんですが、何の絵を描こうかなって迷ってたりとか、ちょっと硬くなってきた頭を柔らかくしたいとか、そういう時にも役に立つと思ったので、今日はこの方法を紹介したいと思います。なぜ頭が柔らかくなるかという理由は少しずつ説明させていただきますので、ぜひ最後までお付き合いください。何を描こうか迷った時、そんな時はとりあえずバックグラウンドを作って、それで描いているうちに何か描きたいものが思い浮かんだり、そのバックグラウンドのイメージから何か別のイメージが膨らんでいくという効果もあります。私はその時によっていろいろ違うやり方で描くんですけど、今回はとりあえず2つの線をこんな感じで引いてみました。こっちの方がこういう感じで、なんかイメージが膨らみやすい形なんじゃないかと思います。これは丸なので、なんかここは閉じ込められてるって感じがしたので、こっちの方はもうちょっとシンプルなんですが、ここがさっきと違ってオープンなので、オープンな感じのイメージができるかなと思うんですが、まあどっちもどっち、そんなに変わらないかもしれません。ただなんであれ、ここからイメージを膨らませていこうと思います。例えば何を描こうって迷った時に、何にも描かない真っ白なキャンバスの前でずっと悩み続けてるよりも、何でもいいから適当に形とか色塗っちゃうでも何でもいいんですけど、そういうことをすると、それだけでももうすでに絵を描き始めたことになりますし、一歩進めば二歩、三歩で進みやすくなります。まあ抽象的なバックグラウンドを作るんですけど、バックグラウンドを作ってる間は抽象的な絵を描いてるのと同じことなので、抽象画を描くことも楽しむことができます。例えば何を描くか迷っている時に、何を描くかわからないわけだから、何でもいいから描くわけですよね。なので深く考えないで、線でもいいし、丸でも三角でも四角でもいいし、考えないで描くっていうことがポイントです。柔軟な頭を取り戻すんでも、考えすぎてるから頭が硬くなってるわけで、適当に描こうっていうことで、深く考えないで描くっていうことがすごく重要になります。こんな感じで色を塗ったんですが、まだ絵の具が濡れています。今日もすごく暑いので絵の具がすぐ乾きます。暑い夏のメリットですね。で、絵の具も乾いたので描き足していくんですけど、あまり深く考えないで、思いついたら思いついたように描いていこうと思います。思いつかなくても描きながら考えていくっていうのも一つの方法です。なんか頭が硬くなってきたりとか、スランプに陥ってる時は、思いつかなくても描きながら考えていっちゃうっていうのも一つの方法です。なんかこういう線の部分ですね、この線の周りに色を塗ったんですが、こういう部分は丁寧に塗っていません。この線をきれいに残したかったら、もう一回上から線を塗った方が早いし、これは私の場合なんですけど、こういうところを丁寧に塗っていると、そこで無駄な時間と労力を使ってしまいます。私にとって楽しい作業じゃないし、そういうことに労力を使っていると頭があんまり働かなくなっちゃって、この先にいいアイデアが出てきづらくなってきてしまいます。頭が柔軟じゃなくなってきちゃうんですよね。ここもそうですね。1回目の線っていうのがあるんですけど、なんか重ねたりずれたりすることによって、どんどん色とか形がより面白くなってきたりすることがあるんですが、なぞることに忠実になると、そういう展開が全然見られなくなって、最初に引いた線、下書きでも何でもそうなんですけど、そこからより面白くなるっていうことがなくなってしまいます。私の場合はですけどね、元のアイディアを大事にしすぎることによって、すごく保守的になってきて、絵を描いてる間、ずっと保守的な頭になってしまって、想像力とかそういうのが半減してしまうんです。いや、線に沿ってやってた時は、なんかクリエイティブで柔軟な考え方が持ってる 10% ぐらいしか発揮できなかったのを覚えています。まあ私の場合はそうなんですけど、そうじゃない人もいらっしゃると思うんですが、よかったら試してみてください。
ご存知の方も多いと思いますが、ファーストチェス理論っていうのがあって、私はチェスとか将棋とかそういうの苦手なんですけど、まあそれはどうでもいいとして、チェスをプレイするときに5秒以内に打ったとしても、30分考えて打ったとしても、86% はその結果は変わらないそうです。絵を描くんでもそうなんじゃないかと思います。でも 86% が結果が同じっていうことなんですけど、結果が変わるその 14% っていうのは、考えた方がいい場合ばっかりじゃないような気がします。私の場合はこう書こうと思った時に一瞬で書かないと30分も考えていたら何を思いついたんだか忘れちゃうこともあるので思いついたら形にすることにしています。まあちょっと頭を柔軟にしたいっていう場合は思いつかなくてもバンバン書いちゃうってこともいいと思うんですが、ちょっと時間を空けてから書く方がいい場合もあることは確かです。何も考えないでうんって書くんですけど、私はちょっとこの丸の位置っていうのを構成的にちょっと意識しました。なのである程度これバランス取れてるんじゃないかなと思います。まあそのぐらいの余裕があったら適当な形をちょっと考えながら書くっていうこともできます。でもその構成とかも何も考えないでバーって書いても書いてるうちに後でいろんなものを付け足してその構成っていうのは考えていけばいいので、それも考えなくていいと思います。深く考えないで描いているんですけど、多分無意識にはこの絵を良くしよう、この絵を面白くしようって考えながら描いてるんじゃないかと思います。そしてそのまま作品を仕上げてしまうっていうのも一つの方法です。でもそうやって深く考えないことに慣れていくと、ちょっとじっくり考えても柔軟な発想でちょっと深く考えたアイデアっていうのが出てくることもあります。そうなった時って多分自分でわかると思うんですよね。私の場合は今がそのタイミングなので、ここからちょっと流れを変えて書いていこうと思います。ちょっとこっちの方がだいぶ描き進んでいますが、私はこういう絵をあまり描かないようにしてるんです。こんな絵欲しい人いますか？なんですけど、そういう風に人が何を求めてるかってばっかり考えてると、頭が固くなってきちゃうことがあります。しかも、こんな絵欲しくない人がいないとは限らないわけだし、いなかったとしても、私自身この絵を家に飾りたいです。絵が描けないほど頭が固くなっている時は、自分だけのために絵を描くっていうのも大事なことだと思います。かなり昔のことですが、私が人のために何かがしたいと言った時に、ある人が人のために何かしたかったら自分の好きなことをしなさいと言いました。そして私はなるほどって思ったんですけど、時が経つにつれて本当にそうなんだなぁと思っています。だから絵なんて好きなように描けばいいんだと思います。まあこの絵は変な絵ということでそれで終わらせましたが、こっちですね、これもどう考えても変な絵になりそうなのでちょっと躊躇してるんですが、もうその時点で頭が固くなっています。今私が迷ってることは抽象的じゃない何かを足していかなければと思ってるんですが、そうすると変なイメージしか今湧かないんですよね。だったら変な絵を描けばいいんですけど、でもずっと抽象的に描いちゃえば変じゃないイメージが湧いてるんですよね。でもなぜそうしないかっていうと、私は抽象画家ではないという頭の固い考えを持ってしまっているからです。なのでそういう融通の効かない考え方をやめて抽象的に描いていこうと思います。
まあ抽象的に描けばいいやって思っていたら、抽象的ではないモチーフを描き始めていました。抽象絵画は素晴らしいと思うんですが、単に私の好みでちょっと抽象的な中に目で見てなんだかわかるオブジェクト、モチーフみたいのが描いてあった方が絵を見ていて楽しいので、いつも私は抽象的に描き始めても何か目でわかるオブジェクトを描き足しています。自分は一体何なんだろうって知りたいときは、自分と向き合って考えることも有効かもしれませんが、逆にいろんなことを考えないでシンプルに自分がいいなっていうことを、絵を描くとかなんかするとかすることによっても自分らしさっていうのは見つかるんじゃないかと思います。まあマーケティング的には必要なのかもしれませんけど、人がこの絵を欲しがるとか、人がどう思うとか、どこから植え付けられたのか、こういう絵を描かなければならないみたいのを取り除いて、本当に自分が好きなものを本当素直に受け入れて、それで描いた絵っていうのは自分らしい絵だと思うし、絵を描くことだけじゃなくてそういう風に感じている時っていうのが自分らしさっていうんじゃないかなと思います。自己満足以外に人から求められる絵を描くとか、人から求められることをするっていうこともあるかもしれませんけど、時には自分の素直な気持ち、自分らしくあるという時を持つっていうことは、なんか幸せになりそうだし、頭も柔らかくなりそうだし、そうすることによって人が求めることをするっていうこともできるようになるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとわかんないですけどね。自分を見失うほど人から求められるってことばっかりやってると、自分も幸せじゃなくなるし、イライラしてくるし、その人から求められたことをやってる時も仕事がつまらなくなってくるかもしれないし、そうなってくるとそれも人に伝わってあんまり良くないんじゃないかなと思います。まあ人から求められたことをやって、それが自分らしくて、それで全然おかしくならないんだったらそれでいいと思いますけどね。2つの絵が完成しました。こっちの方は最初にこういう風に描いたやつがこういう感じに仕上がりましたが、タイトルは2輪のお花と2匹の猫です。で、もう一つの絵ですね、カツラになった猫です。またくだらない絵を描いてしまいましたね。ちょっとこの絵、なんかこの辺物足りないと思っていたので、ちょっと鳥を足してみました。お風呂はおもちゃで遊んだ方が楽しいですもんね。今この部屋36度です。2匹の猫は冷房のいるところで寝ています。私は冷房が嫌いで暑いところ全然平気なんですけど、あの2匹がすごい暑がりで、なので冷房を入れています。皆様もこの暑い夏、熱中症とかに気をつけてください。今回は硬くなった頭を柔らかくするということで、最初になんか適当に描いて、あんまり考えないでバックグラウンドを作って、それであんまり考えないで絵を描いて、あんまり考えないで完成させるっていう動画だったんですが、そのやり方ってほぼ毎回の動画で私が絵を描いてる方法とあんまり変わりません。ただその描き方とかなんかそういうのって一通りじゃないので、あまり考えないでっていうのは同じなんですけど、毎回プロセスが少しずつ違ってたりします。そういった絵を描く楽しさとかモチベーションとかインスピレーションとかを皆様とシェアできたらと思い、毎回動画で絵を描いています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画で絵を描く楽しさ、モチベーションやインスピレーションが皆様とシェアできたら幸いです。よかったら高評価ボタンや動画の感想などコメントしていただけると動画作りのモチベーションになりますので嬉しいです。またチャンネル登録などをいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。